あの時のことが目に焼き付いて離れない。社長、社長。あ、おう、どうしたったぞ。社長、入社試験の最終面接ですけど。面接、俺はカレーのうまいやつがいいな。社長、ちょっとは真面目に。できたー。なあ達夫、これ見ろよ。ついに完成、リモコンウォーカー。まずはご家庭で見失いがちなエアコン、テレビ、ビデオなどのリモコン類をこのリモコンウォーカーにセットで、この辺に放置してやう。リモコンさんどこすると、あら不思議、どこに消えても声の方に集まってくる。どうよ。なあ社長、いや司よ。何？それはいらないんじゃないかな。部屋を片付けていれば。なんだよ達夫、お前は昔からそうだよ、正論ばっか。つまんない男だよ。掃除はサボっちゃダメだよとか、犬の顔にマジックで眉描いちゃダメだよとかさ。そういうのは正論って言わん。最低限のルールだっち。だいたいつかさ、お前頭おかしいよ。スイカを切れば全部てっぺんだけかじりやがって。どうしましょう、もう学生たち集まっちゃってるんですけど。聞かせとけ。森田技研の本当の姿が手っ取り早く分かっていいだろう。それでは最終面接を始めます。番号を呼ばれた人から順に。いいよ、もうまどろっこしい。話を聞くより腕を見せてもらおう。この部屋にある材料を使って飛行機を作ってよ。一番遠くまで飛ばせたやつを雇う。制限時間は3時間。お前らも強制参加だ。社長、俺も作る。よし、うちの息子たちも参戦だ。小学生に負けたら入社拒否どころか校庭受襲だぞ。相変わらず強引だ。父の作ったこの風変わりな会社は小さいけれど活気があって、父が生み出す機械部品は海外からの引き合いも多かった。あの時のことが目に焼き付いている。軽々と宙を舞う飛行機と、弟を誇らしげに見つめる父の眼差し、憧れの気持ちを父にぶつける青年たちの姿、そしてそういうわけで優勝は忍ぶ。今年は採用なし。そんな、もう一度チャンスをください。絶対ここで働きたいんです。僕と並んで飛ばない飛行機を抱えて立ち尽くすその人の横顔を。じゃねえ。お父さん、早くお医者さんに。しっかり捕まれ、飛ばすぞ。カオル、会社に戻って忍ぶ見つかったってみんなに伝えてくれ。うん、分かった。頼むな。あ、そうだ、俺もさっき父さんとこ走ってくるとき慌てて神社の石段から落ちて、それで薫君どうした？大丈夫か？根岸のおじさんは父の幼なじみで親友で仕事の大事なパートナーだった。そっか、忍は琵琶に目がくらんで廃工場の穴に落ちてたか。仕方ないな。君のお父さんの小さい頃にそっくりだ。意地汚くて奔放で、東に病気で休みの子のクラスがあれば飛んで行って、その子の給食も食い、北に喧嘩があればこれもまた飛んで行って騒ぎを大きくし、
もうほんと好き放題だったよ、こんちくしょう。でもそれでもみんなに愛されていた。4番ピッチャー兼監督兼ゼネラルマネージャー兼オーナー森田司さん。彼には怖がるということがないんだ。本当は怖いくせに強い心でねじ伏せているのか、それとも怖いという感情自体持ってないのか、こんなにそばにいてもわからない。負けてる試合のラストバッターになっても笑ってるんだ。彼にはピンチもチャンスにしか見えないんだ。俺にはないものをいっぱい持ってた。羨ましかった。あんなにも愛されて眩しくて、目がくらんで何度も息が止まった。でも自分にも、自分にしかできないことがきっとあるはずだと思ってた。思いたかった。おじいさん？そう、俺はずっとそう思いたかったんだ。あの時はまだ気づかなかった。でもあの頃すでに彼は治らない病を抱えていたのだ。今ならわかる。母さん起きて、ほらご飯だよ。すまないねお父さん。お父さんじゃないよ、達夫だよ母さん。達夫？そうね、達夫ももういい年頃よね。ほら達夫が好きだったタバコ屋のりっちゃん、あの子うちにお嫁に来てくれないかね。母さん、りっちゃんはもう。根岸さん、このまま入院してください。でも入ったらもう出られないでしょう。私はギリギリまで働きたい。働かないといけない理由があるんです。もし俺が死んだら一体誰が母さんを。つかさ、俺はずっと不思議だった。どうしてこの世は持つ者と持たざる者に分かれるのか。どうして愛される者と愛されない者があるのか。誰がそれを分けたのか。どこが分かれ道だったのか。いや、そもそも分かれ道などあったのか。生まれた時にはもう全て決まっていたんじゃ。もしこれが本当なら、ああ神様、俺の人生は何のためにあったのですか。次の事項です。例のモーターの特許申請の件なのですが、今回は社長個人としてより会社名義ということにした方が良いかと。ん？そうか。それと工場を拡張するのに創業資金を増やしたいので、株式をさらに発行したいのですが。任せよ、お前のいいようにしてくれ。そういうの苦手だから。頼りにしてるよ達夫。深さ、見せてくれ。お前は俺と同じ人間なのか。もしそうでないのなら、花から違う世界の人間だったと思い知らせて、粉々に打ち砕いて俺を泥に返してほしい。
特許の名義は全て法人に書き換えましたし、増資の準備も整いました。あとは決行日を設定するだけです。よくやってくれたミスターネギシ。友を裏切るのはさぞ苦痛だったろう。その代わりといってはなんだが、君の苦痛と勇気に見合うだけの報酬を約束しよう。見せてくれ、司。お前の光が本物なのか、何があっても色褪せないのか。汚い研究所だな。リフォーム業者を呼べ。もっと能率の上がりそうなレイアウトに変更した方がいいだろう。なんだあんた。これはこれはミスターモリタ、会えて嬉しいよ。本日をもってあなたを我がフロイドエレクトリック社の最も大切な技術者として迎えたい。経営権は我がフロイドエレクトリック社のものとなるが、あなたも社員も今まで通り、いやそれ以上に専念できるよう十分な資金と各自への報酬を約束しよう。なあ達夫、この人何言ってんだ。説明してもらうまでも情けだな。どうせろくでもない話だろう。条件はかなりいい。現場は何も変わらない。お前はもっとでかい資本の下で自由に研究に専念できる。ほら、やっぱろくでもない話じゃん。やられたよ達夫。乾杯だ。俺はここを出る。俺は金が大好きだが、他人の金で動かされるのは嫌いなんだ。即断するな。よく考えてくれ。みんなの給料も倍近くなる。もちろんお前にはトップクラスの年俸を。達夫、もういい。ぶっ飛ばしてやりたいところだが、今日はやめとく。みんなを頼む。お前に頼むのも変だが、これだけは頼む。それを裏切ったらお前を殺すよ。いいな、達夫。ああ、司、なんだかやっと眠れそうな気がする。なんでかな。最近ずっと眠れなかったんだ。でも、これでやっと眠れそうな気がする。深く深く、まるで泥のように。なあ達夫、お前死ぬのか。うん、ごめん司。謝るぐらいならすんなバカ。自分まで騙されやがって。うん、ですから社員としてあなたに支払われるという契約なので、お亡くなりになった場合お気の毒ですが、権利のすべてはフロイドエレクトリック社に移行されます。このバカ野郎。うん、うんじゃねえ。俺は許さねえぞ。死ぬまで恨む。うん、つか百遍生まれ変わっても恨む。だからお前らは恨むな。絶対に恨むな。分かった。嫌だ、無理だよ、そんなの無理だよ。おじさんどうして、どうして。カオル、こいつを呪うのも恨むのも俺の役目だ。譲んねえよ。だからお前らは前へ進め。いいか、前へだ。歩き出そう、夕暮れを抜けてく。風は秋の匂いを含んでる。さてと、名残惜しいがそろそろ行くか。
父さんが作ったフロイドエレクトリック、父さんと、こら、逃げよカオル、早く待て。前へ進め、いいか、前へだ。黒い気持ちに追いつかれるな。光の方へ走れ。ダメだ父さん、ダメだよ。俺はあいつみたいに速く走れないんだ。だって父さん、俺は分かっちゃうんだもん、おじさんの気持ちが。できないことがあるって思いたかった。でもカル、やだ、お兄ちゃん、やだ。寝るならちゃんとベッドに行け。もうお前にやってもらうことはない。あとは任せろ。あっち行ってていいぞ。いや、いい。ここにいるよ、兄さん。車の用意ができました。ああ。さてと。それじゃあ行こうか。あいつらまとめて地獄に送ってやる。ああ、あ、風、すごい風。外の展示物大丈夫かしら。せっかくの花火祭だっていうのに。知らなかったんだ。気づくことさえできなかったんだ。予測なんてできるはずがない。これから起こることも、これからの日々も、何も。楽になれるのに、それぞれの
次回、僕たちは何も知らなかった。